今井正氏アワーは、1966年6月18日から、同年9月24日まで、及び1966年11月27日から、同年12月25日まで、ネットテレビ系列にて放映された、テレビドラマ。愛情をテーマとして、1作につき3から5回のドラマを、前後作、20回にわたって放映。その20回すべてを、今井正氏が演出。 監督を務めた。そのため、本番組は監督の冠番組となっている。本番組は、第4作、ガンカテ笑って、死ねるんやの終了時点で、土曜洋画劇場新設などに伴う、編成の事情で一時中断された。約2ヶ月分けて、1966年11月27日から、毎週日曜日22時の時間帯に移って、第5作、 海の心の通う時を放映した。W 大学文学部学生のか木らきは、同じ寮の先輩の送別会の二次会のため、小料理屋、忍ぶ川へ出かけ、そこで忍と出会う。忍は以前同じ寮の仲間の牛尾田を振ったということがあった。隆吉は、次第に、忍に惹かれることとなって、忍ぶ川に通う日々が始まる。他ある下町の行員、 ガンちゃんを中心に描かれる物語。ある日、協賛会による小学校行動設立のための強制寄付に抗議する内容を書いた当初が、ガンちゃんの名前で新聞に載ったことから、ガンちゃんは町で評判の人気者になり、またその時から協賛会長や区会議員の古田の一派に迫害され始める。古田はガンちゃんの勤める工場が下請けとなっている丸岡工業に、 発注を止める、用を要請するなどの妨害を始める。しかしその当初はガンちゃんの身に全く覚えのないことだった。ここからガンちゃん、クロちゃん、一氏の3人組は、古田はじめ原との戦いを始める。他本作の主人公、柿沢松氏は、数学者の岡清がモデルとなっている。奈良明日工大教授で、学術勲章受賞者でもある数学者、柿沢松氏。 彼の二人の娘のうち、姉のカナエは医者のもとに嫁ぎ、妹のミツコは保育園で働きながら、父の世話をする生活を送っている。父も、生活のことはミツコに任せきりだった。ある時、柿沢の教え後、寺田は西ドイツに留学することになる。寺田と恋仲であるミツコは、父を置いて、寺田について行くこともできないあまり悩むようになる。 他国立大阪病院の元自備院校科部長で、博士の中村正隆を主人公にしたドラマであり、中村夫人の中村歌子による闘病手記、眼下て笑って死ねるんやが原作となっている。他篠原健介は貨物船、名宝丸の船長。ある夜、名宝丸は鹿島灘沖を航行していたところ、漁船の天徳丸と衝突。天徳丸は沈没する。 この事故について、天徳丸の船員で生還したと申すは、漂白刀をつけていたと主張するが、明宝丸の船舶会社の海無課長、王のはじめは、総打手、藤木に偽証を使わせてまで、明宝丸側は無罪である主張を貫こうとする。そして、この事故の真相は最後に、海難審判に持ち込まれることとなる。ほか、ありがとうございます。